さんこんにちは。どうも。誰でしょう。マナティーとマナピーです。ありがとうございます。すっかりね定着しちゃいました。ありがとうございます。動物愛護清掃でございますので、ね、みんながこれ持ってますので、今日はマナティーと戦います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今の参政党ってねすごい現象を起こしてますよ。これね戦後の民主政治で始まって以来じゃないですかね。ありがとうございます。もうね党員党友5万人ね超えましたね。昨日超えましたね。ですごい勢いですよ。1日あたり1000人から1500人党員党友が増えていく。1日あたりですよ。で先般横浜のパシフィコでやりました政治資金パーティー、普通のね政治資金パーティーと同じ2万円ですよ。でもね5000人以上来たと。これもなかったことですよね。そしてですよ、なんといってもすごいのはですよ、国政政党に初めて国政選挙に初めて挑戦する新党が全ての選挙区に擁立する。これはすごいことですよ。なかったんじゃないですか今まで。でこれがねなんでできたのかというと、みんな国政選挙に出る人たちは他の政党ですよね。私もね経験しましたよ。お金いくら持ってんのとですね。で大体そういうところ始まるんです。でお金持ってで出る暇がある人って変な人しかいないんですよ。そう思いませんか。だってね普通に頑張ってる人たちってねそんなにお金あるわけじゃないし暇もないんですよ。ない。そうですよね。でね今回ね普通の人がね普通に選挙に出て普通に国政をやるという道を作ってるのが参政党なんですよ。今の政治家って何やってますか。私も一回やりました。衆院議員ね、自分はねもうとにかく国政ばっかりだったんです。だってみんなに選んでもらったんだから国政やれって選んだよ。そしたらどうなったかっていうと、まあちょっとね過去のことであれだけど神奈川7区で落選しました。国政やると落選するんですよ。変ですよねこれ。変ですよ。だからね私ねこう政治の仕組み変えなきゃダメだと思ったんですよ。でも普通の人はね政治やって国政を一生懸命やったらちゃんとねその人が使命を果たす間はね議員でいられて使命が終わったらさっさと辞めてもいいんですよ。これが本当の政治じゃないですか。これが本当の民主主義じゃないですか。今の政治家みんな職業政治家、次の選挙のことしか考えてないんですよ。周りみんなそうでした。我がね我が地元では、私の地元では、そんな話ばっかりなんですよ。お前たち国選をやるために出てきたんだろうと。でも皆さんですねもう金曜日の午後になったらそわそわしてね地元を帰るんですよ。で月曜日の夕方に出てくるんです。国政と選挙区どっちが大事かって言われたら大抵の人は選挙区ですよ。もちろんね選挙区大事ですよ。ないがしろにしいいわけじゃありません。でもね選挙区の人たちはその人に国政をやってもらいたいから投票してるんじゃないですか。そうですよね。本末転倒なんですよ今の民主政治が。民主政治じゃないんですこれ。政治家のための政治なんですよ。自分たちが次当選しやすいようになんか変なマニフェスト、詐欺フェストっていうんですよあれ。そういうのね作って出して、そしてできもしないことを並べて、そして与党は何にも国民に約束してないのに、了解も取ってないのに突然変なことをやる。こういうことが繰り返されてきたんじゃないですか。こういうことの繰り返しを有権者を舐めてるって言うんですよ。思いません皆さん。今の政治家みんなやめろと私は強く思っていました。そこで今の政治を根本から変えるために2年前に神谷さんと一緒に参政党を作りました。まあ、今回ね立候補している中で決闘メンバーは私と神谷さんだけになったんですけれども、理念が一致したんですよ。政党の活動というのは党員がやるもの。今までの政治家は自民党は自分党ですよ。とにかく選挙で勝ち上がってこい、勝ち上がってきたら公認してやるぞ。ところでいくら持ってんの。他の政党そうですよ。そうじゃないんです。選挙を担い、そして活動を担うのは党員なんですよ。今日もね投票したい政党がないから自分たちでゼロから作る、この精神でね、もうねもう政治家にみんなね嫌になった人たちが投票に行かないんですよ。今度の参院選だってね投票率半分ぐらいじゃないかと言われてる。
そりゃそうですよ。それでアンケート調査やったら、なんか岸田政権ね、支持率高いんですよね。不思議ですね。まあしょうがねえってことじゃないですか。他ろくなとこないし、まあね、自民党に任せたら変なことないだろうというぐらいの消極的な選択だと思いますよ。そしてね、今までまともにアンケート調査はね、賛成党入ってないんですよね。でね、自民党をちょっとね気にし始めたみたいです。賛成党がすごい勢いだった。でこれね、岩盤保守層っていうのは自民党の支持者なんですが、こっち流れるんじゃないか。でもね、実はね、それ以上に我々伸びてるんですよ。岩盤保守層とか保守とか革新じゃないんですよ。今までの政治がおかしいと思ってきた人たちがどんどん入ってきてるんですよ。私もね、あちこち地方回ります。回ってきたら大体ね、共通してることがあるんですよ。このね、今日オレンジ色じゃ、橙色って言わなきゃいけないですね。橙色のね、服を着た党員たち、まずね、この党員たちが他の政党と全然違うんです。真剣なんです。でしかも意識が高いんですね。普通の会社員、普通の自営業者、普通のお母さんたち、そういう人たちがこのまんまだったら子供にね、日本を残せなくなる。自分たちが立ち上がらなければいけない。自分のことのように立ち上がってくれてるんです。でそういう方々がね、次々と参加して本当に純粋にやってる。でそのね、党員たちが純粋にやってる姿って伝わると思うんですよ。だから通行人の方もね、こうやって話しとみんな注目してくれるっていうのは、まあ我々の演説とかそうじゃなくて、多分ね、党員のね、熱意だと思うんです。何か感じてくれてると思うんです。ようやく日本のね、政治が変わりそうなんですよ。歴史的局面が来そうです。だから今度の参院選重要なんですよ。今度の参院選が終わったら黄金の3年間と岸田さんは多分大喜びでしょう。国政選挙ないんですよ。政治を変えるチャンスは今度の参院選、その後3年間ないんです。そこでちょっとでも政治を変えるきっかけを国政で作らないと3年後どうなってるでしょうか。ズブ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 ですよ。これすごいですよ。我々が本当の敵だと思っているのはグローバリスト全体主義。今も藤村さんがね、いろいろ話してくれたと思います。で知らないうちにこのグローバリスト全体主義が我々国民の自由と権利と民主主義まで、そして国家の主権まで奪おうとしてるんです。これは意図的に行われてる。こういうことを言いますとね、お前は陰謀論だとつい最近まで言われてました。でももう陰謀じゃないじゃないですか。ビル・ゲイツが変な本書いてますよ。パンデミック条約とかね。そしてその陰謀に自分たちが乗ってるということを実は今の政治家たち知らないんですよ。分かってないんですよ。構造改革、何が起こりました。改革改革と日本の政治はずっと言ってましたよ。30年間、日本人の賃金全然上がってないじゃないですか。何やってたんです。政治家は、政治というのはね、国民の賃金を上げるのが大きな目的でしょ。豊かにするのが目的でしょ。上がってないんですよ。だから今の政治家みんなやめろなんですよ。責任取れなんです。そしてしかもですよ、 YouTuber の方に迷惑かけないたくないので、私は流行り病とお注射の話はね、ぜひね、私のニコニコチャンネルいつもやってますから、あちらでぜひ、ね、見ていただきたいと思いますけども、ありがとうございます。もうあれ見ていただいてるの、私嬉しいのはね、例えばこういう話をした後にあれでね、救われましたっておっしゃってくる方がいらっしゃるんです。もう本当にやってよかったと思いますよ。だってね、あんなものをよくね、まあ、総理が出てきてよ、あれですよね、何でした、種類よりスピードほとんどこれ犯罪行為じゃないですか。で子供さんですよ相手は。そしてね、なんかあれなんですよ、今のね、与党の先生方、一昨日ですかね、ようやくね、我々の努力が実って、お注射を慎重にって言ってもあれかな、いけないのかな、お注射を慎重にという、要するに超党派の議員連盟ができたんです。第1回総会開かれました。でもなんとね、衆議院のね、内閣不信任案のちょうど採決で衆議院が全然来なくて、3人のね、参議院議員です、寂しいスタートになっちゃったんですが、でもね、ここまで来るの本当に大変でしたよ。でそれ作るときに自民党はね、全然協力しないんですよ。公明党もいません。彼ら協力できないんですよね。だってね、総理大臣がね、テレビでね、スピードスピードって言ってますからね、俺完全にこれはっきりしちゃったんですよ。今の与党がグローバリスト全体主義の上に乗っかってる勢力だってことは。これで
立派なこと言ってますよ、立派なこと言ってるけれども、その上に乗っかってやってるっていうことをね、この構造をね崩さないといけないんです。そしてね、我々の敵は誰かといったら、さっき言ったようにグローバリスト全体主義。今までは戦後長い間私たちはプロパガンダで、とにかくですよ、国家が何か強いことをしようとすると国民を弾圧するというふうに左側からずっと吹き込まれてきたんですよ。安倍総理の時に平和安全法制やろうとしました。あの時に皆さんどういうふうに思ってたか。私もね、まあ、昔このね神奈川でやってましたから、こうやってね個別訪問しましたよ。奥様が出てきて、徴兵制だけはしないでください。平和安全法制がどうして徴兵制になるんですか。徴兵制をしないためにやってるんですよね。日本が戦争しなくて済むようにするためにはどうしたらいいか。日本は核も持ってない。いざとなったらアメリカに出てもらうしかない。アメリカ出てくるときにアメリカ軍が日本を守るために攻撃されていてですよ、我々憲法があるからつって黙って見てたら、アメリカ日本にね守るために兵隊出しますか。出すわけないんですよ。アメリカ人だってみんな人の親ですよ。自分の息子をね、その全然日本が協力しないそんな国のためにね、しかもね、あの尖閣という無人島を守るために自分たちの子供が血を流す、絶対反対しますよ。自動的に日米安保って日本を守ってくれる条件になってないんですよ。でそれを少しでもアメリカに守ってもらえるように、情けない話ですけどね、アメリカに守ってもらうなんてね。でもね、それをするために平和安全法制を やった。日本の国防力を強くして戦争しなくて済むようにしようとしたら徴兵制っていうのが来た。それから私もよく誤解受けてるんですがね、私はマイナンバーの手先になって国民の監視を進めようとしてる。これもプロパガンダもいいところで、もうひどいですよ。マイナンバーで国民の監視とかできません。そんな能力日本の政府にあると思うのは買いかぶりすぎです。日本の政府はもっとバカです。私いたからよく分かってますよ。だって税金だってちゃんと取れないですよ。給付金だって配れなかったじゃないですか。この政府がどうやって監視するんですか、国民を。もうちょっと考えてみてください。でマイナンバーも私も国会議員だった時に法案やったんですけどね、もう国税庁は税金しか見れないし、社会保険庁は社会保険料しか見れないってバラバラにしたんですよ。国民があんまりね、心配左翼が言うからすごいコストかかってんですよ。コストかかってまで政府には例えば松田学の個人情報を見れる人は一人もいないように作ったんですよ。ものすごい気をつけてんです。でも世界に遅れること数十年でようやく個人番号が入って、アメリカなんてあっという間に給付金配りましたよ。まあ、せめて文明国並みにしようっていうのをやってるに過ぎないんです。それでもね、国民が便利になる、政府がいろんな機能を強化する、それは反対だっていうのはプロパガンダだったんですよ。でこれはね、もうね、時代錯誤です。もう左か右かの時代じゃないんです。もう左には消えてもらうしかない。どんどん左を消しましょう。そして今まで右と言われていた人たちが世界のど真ん中なんですよ。自分の国をね、誇りを持って語る、自分の国がどういう立場にいるかをね、他の国にね堂々と語れる人ばっかりですよ、世界中の人たちは。私も、ね、海外に結構いましたけど、恥ずかしいです。日本人は自分の国の歴史も知らない。そして他の国に合わせることが国際化だと思ってる。逆ですよ。自分のことを語らない人はね、国際社会で受け入れられないんですよ。だからね、我々は何が本当の敵かというと、各国とも自分の主権を大切にし、国家を大切にしている、そういうど真ん中なんです。そのど真ん中に我々の意識改革をやっぱり持っていかないといけない。そうでないとずるずると日本は静かなる侵略、サイレントインベージョン、もう最近ねみんなご存知の通りです。どんどん受けてますよ。もうね、意識までやられてます。まあ土地を買われるとかね、企業を買収されるなんてもう日常茶飯事になっちゃいました。もうこのコロナでね、地方の観光業や飲食業めちゃくちゃ、まあ、もちろんこれは都市もそうですよ、もうやっていけない。伝統文化を担っている彼らがもうどんどんやめてるんです。インバウンドでね復活してみんな入ってきても対応できないって言ってるんですね。ああいうものはね、長い長い年月をかけて作られたものなんですよ。まあ、構造改革やってる外資が入ってきて資本効率を立て直すから、そんなものでは壊れるだけなんです。そういったね、そういう自由、新自由主義の論理がどれだけ日本の文化を破壊してきたか、私たち固有の強さを破壊してきたか、これをね、こういうまっすぐ向き合う政党が今日本にないんですよ。で参政党は日本のアイデンティティを守る、そしてコロナ政策という間違った政策でひどい目にあったところはもう国が責任を持ってね立て直していく、それによって日本の伝統を守っていくと、
これを中心に据えています。ありがとうございます。今日はですね、神奈川から藤村さん、私も実はね、神奈川で政治活動やってたんです。12年前の参院選は神奈川で出ました。で、あの時はですね、それまで財務省っていう役所にすごい評判の悪い役所に住んでましてね、すごいですね、最近なんかね、変な不祥事起こしたり、もう目を覆うばかりですね。でもね、私は自分体大きいもんですからね、小さいね、狭い役所の中に入りきれなくなっちゃいましてね、で、飛び出しちゃったんですよ。で、あの時にね、立ち上がり日本ってできましてね、石原慎太郎さん、この間ね、なんかお別れの会やってましたけどね、そして平沼武夫先生とか、ああいうね、日本の国益というものをね、大事にしなきゃいけないというね、それで立ち上がれ日本、これは素晴らしいと思って財務省を飛び出しましてね、これ日本本当に危機だったと、大蔵省に言うと見えるんですよ。これね、まさにね、ウォール街のグローバリストたちが日本を買収する作戦を着々と仕掛けて、財政金融分離とか難しい話もね、全部大蔵省の名前の財務省に返させられてね、1400年の伝統ある名前ですよ。そういうことに国民が何とも思わなかったことにも私はショックを覚えました。国家意識のない国民は、欧米では人格破産者と言われているそうなんです。ああ、日本は戦後これだけ時間を経て当たり前の国家意識もない国になってしまったんだ、これはいかん、国民の合意作ってね、自分がただね一人で叫んでいてもしょうがない、そこで自分の言葉で国民に語って、そしてみんなの意識を変えていかないとまともな国にならない、沈んでしまうと思って財務省を飛び出したんです。そこで立ち上がり日本ってあったんですよ。まあね、覚えてらっしゃらないと思いますけど、神奈川県の方も、それでもね、なんとか10万票を取りまして10万人の人が松田学って帰ってくれたんですよ、当時。で、まあ、そういうところを皮切りにしましてね、決して、ね、立ち上がり日本ってそんな有利な政党じゃありませんでした。でもあの時とね、今変わってきました。12年かけてやっぱりウクライナ紛争もありましたし、それからコロナがね、なんかおかしいなと、これね、みんななんか変だと思ってるんですよ。でもメディア見るとなんかおかしいだけど、これちょっと腑に落ちないなって報道ばっかりですよね、この2年以上。とにかくメディアの使命は何かご存知ですか？国民を怖がらせると視聴率が上がるんですよ。スポンサーが喜ぶんですよ。その最大のスポンサーってどこだか、製薬利権です、間違いなく。お医者さんも製薬会社が儲かることがしかしません。これははっきり分かったんですがね、あんまり言うとあれなのか、まあいいや、言っちゃいましょう。この、ね、コロナの間に皆さんなかなか、ね、診療所行けませんでしたよね。そしたら皆さんね、薬が切れちゃった。で、薬を飲まないでいたら体が元気になっちゃったんですよ。で、またお医者さん行かなくなっちゃったんです。そこで開業医はみんな困って、そこでお注射を打たないと儲からない、こういう構造。そしてそのお医者さんの中でもかなりの人がですよ、自分の子供には打たせないってアンケートに答えてるんですよ。だけど国民の健康よりもやっぱりお金が優先なんですね。お金や自分の立場が優先の人たちばっかりじゃないですか。メディアだってそうですよね。政治家もそうじゃないですか。自分の地位を守るためにそれを最優先じゃないですか。今回ようやくね、議連ができたんですよ。できてね、それで彼らの意識もね、少しはね、前に向いていくかと思ったんですが、頼りない頼りない、もう何とも言ってる自民党のある、ね、お医者さん出身の議員はこんなこと言うんですよ。あのお注射は人類社会の素晴らしい発明だって言うんですよ。それで反お注射を言ってる人たちは陰謀論者だって言うんですよね。私言いましたよ、ちゃんと医学的科学的に違うと言ってる人たちもいるんじゃないですか。そしたら言い換えてきました。いや、8割が陰謀論者だと言い換えてきました。でも子供に打っていいんですかと言ったらですよ、やっぱり、ね、子供の場合は何十年も先が人生があって、その間何起こるかわからない。でも子供はコロナで死んでないんですね。なのに何が起こるかわからないものを打つのは確かに慎重だと、こういうふうになる。で、これがね、与党の意識なんですよ。まずお注射 を肯定するところから始まってるんですね。もう完全にこれ洗脳されてますよね。だから我々が戦うべき相手ははっきりしてきました。その時に戦う戦うというだけではですね、戦いにならない。具体的な武器を持たなきゃいけないんです。その武器が松田プランというものです。これはありがとうございます。何を、ね、やる必要も、ね、財源がないとできないですね。
防衛費 GDP 比 2% をやる場合だって、これ財務省が足引っ張りますよ多分。赤字国債発行できないとかですね、増税しましょうかとかですね、それからあれですよ、この間新しい資本主義のね、あれ出ましたよね。何が新しい資本主義だか全然分からなかったんですけど、分かった方いますかね、新しい資本主義って何だか。でぼんやりしたこと言ってて、とにかく丸投げしてるらしいんです岸田さんって。中身がないんで、で周りの人に考えてくれって言って、周りの人も頭抱えてるっていう、こういう状況なんですよ。そしてね、世論に合わせてるんです、世論迎合。それをやりますと支持率高い、支持率高ければ次の選挙で勝てる。まさに選挙のことしか考えてない、その典型じゃないですか。本来は新しい資本主義はこういうものですというのを明確に総理がまず示して、これを実現するためにいろんな政策がありますよ、これで我々ね判断できるんじゃないですか。そしてそれをやるためには財源どうするの。今回自民党は財源逃げましたね。この財政規律、財政再建とも読める、積極財政とも読める。でもね、政党の、ね、一番大事なことは必ずこれね、財政の運営を示すことなんですよ。国民の負担にかかってくる問題ですから。積極財政をやるのか、あるいは財政規律をやるのか、どっちなんですか。どっちもこれ選挙になりますか、本当の意味で卑怯ですよね。どっちとも取れるものやって、そして本音で何やりたいか、私財務省にだから分かるんですよ。まあね、次は黄金の3年間ですよ。国政選挙ないですよ。財務省の官僚がね、もう虎視眈々とね、よく人の話を聞く岸田さんにね、こんなリークすると思いますよ。もうコロナでたくさんもうお金使いました、国債たくさん発行しました、これなんとかしなきゃいけないので消費税率 15% 引き上げましょう、多分そう言うでしょう。そしてもう一つ、今回の政府の出した対策の中で気をつけなきゃいけないのは、なんかグリーン化をするために、脱炭素をするために国債を発行するなんとかボンドっていうのが出てきたんですね。これ気をつけてください。なんかね、10年間で150兆円だそうですよ、年間15兆円、これ債券発行する、これどうやって消化するんですか。このね、あれなんですよ、再生性可能エネルギーっていうのは企業にとってコストなんですよ。省エネは企業にとってね、節約になるので企業も自分で出そうとするんですが、再生可能エネルギーは純粋なコストなので、再生可能エネルギー業者は儲かりますよ。でも一般の人にとってはみんなコスト、そしたら結局ね、国民負担になるんですよ。いずれ出てくるのは炭素税ですよ。炭素税、炭素税、償還財源は炭素税ですっていうのが私たちに信を問うこともなく決まっていく。これにストップかけるためにもね、賛成党を伸ばしていただく必要があるんです。で、松田プランだったらいつもね、松田プラン聞いてると難しい難しいって言うんですけどね、いいんですよ、理解して全部分かんなくていいんです。本当のことをやろうとして私を信用していただければありがとうございます。もうね、日銀がね、国債の半分持ってくれてますよ。でもうそれ勝ちなんです。だって日銀の国債ってね、なんとでもなりますよ。でその満期が来たらね、政府に通貨発行権あるんですから、デジタル円を発行したらそれで国債は 円になりますよね。民間の人のスマホに入れて、あ、これ便利なお金だとなったら銀行で両替します。そしたら銀行からの要求で日銀がいいですか、国債から今デジタル円に変わりました、このデジタル円を売ればいいんです。そしたら国債お金に変わるじゃないですか。国債がお金に変わるなんて言うとみんなびっくりするんですけど、よく私の話聞いてみたら確かにそうだねって皆さんおっしゃいます。国債を発行しても日銀が買ったらお金に変わるんだったら、どんどん国債発行して今必要な財政をねやればいいじゃないですか。積極財政っていうのはみんな口では言うんですよ。消費税撤廃もみんな口では言うんですよ。じゃあ自分たち政権取ったらできますか。財務省に勝てないんですよ。だから民主党政権はね、公約違反の増税やっちゃいましたよね。だからみんなね呆れたんですよね。もうそんなものに騙されないでください。これ民主政治じゃないです、嘘つき政治ですから。ちゃんとね、財務省にも日銀にも出口を与えないと政策って現実化しないんです。松田プランは出口を与える、これは私がね実務やってたから分かるんです。彼らが乗る案は何か、ちゃんとそういうことまで考えて政策を言ってる政党も賛成党しかありません。今度はですね、
もうね、そろそろ時間なんで次は質問を受けたいんですが、最後にちょっと一つ申し上げますと、参院選挙の投票の仕組みを申し上げます。意外と分かってない人が多いので、仕組みを言うのは公職選挙法違反ではありません、選挙区は誰々と名前を書きますね。そして比例区、比例区は政党名を書いてもいいんですが、比例で出ている人たちの候補者名を書くこともできるんです。自分がどうしてもこの人に国政に行ってもらいたいという人がいれば、この候補者名、例えば参政党の候補者の名前を書けば、それは参政党の全体の票にもなるんですね。で、そういう仕組みでありますので、比例はとにかく政党名しか書けないと思っている人、これ衆議院はそうなんですが、参議院は違いますので、そこは皆さんのご理解を、で皆さんにもね、制度がそうなっているということはお伝えしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。それからもう一つお知らせです。来週の6月14日に午後7時から私のチャンネルでニコ生配信ということで、藤村さんと一緒にまた対談をやりますので、ぜひ皆さん応援していただければと思います。それではもうね、大事な歴史的局面が近づいています。ますますのご支援いただければと思います。どうもありがとうございます。